はい、皆さんこんにちは。今回は任天堂のザ・シークレット10っていうゲームをちょっと動画にしたいなと思ったんですけど、なんかここの1って書いてあるんですけど、これを10個ザ・シークレット10なんで、なんかエリアを10個進めないといけないらしいんだけど、このゲームヒントも全くないから何したらいいかが全くわからなくて、で、試しに、ザはないけど、シークレット10で、検索してみたら、なんか、デビルメイくらいの、なんか ゲームがいっぱい出てきて、全然検索できなくて、攻略すらできなくて、そうこうなぜかこう、人が歩いてくる。で、こいつ、なんですか、右側歩いたり、左側歩いたり、大きくなったり、ちっちゃくなったり、なんか黒人になったりならなかったりして、わけがわからん。で、なんか、この男の右側を通ったら、なんか、数字が増えたり減ったりして、全く意味がわからない。そのまんまや。走ってみようか。最初は右側通ったら増えていってたんだよな。増えてない。じゃあ左側通ってみようか。あ、二人になっとる。意味がわからん。もう変わってない。一人に戻っとる。で、確か、ステージ、まあ、これがステージ2として、4か5ぐらいまでは進めたんだけど、あ、ちっちゃくなっとる。そっから全くわからなくて、こう一周するごとにこう数字が減ってる。増えていったりするんだけど、最初からの繰り返し、あ、黒字になってる。最初からの繰り返しで、ぶっちゃけ嫌になりました。何したらいいかが全くわからなくて、で、なおかつ、インターネットからも調べることができなくて、どうやったら調べれるのか教えてもらえる人がいたら教えてほしい。白人とか普通の人に戻った。兄になった。次はどうだ。あ、また1に戻った。でもこっち元に戻っても、あ、こんな2に増えた。意味がわからん。ただ単に、左側通っただけで、2にもなったり、3にもなったりするから、本当に訳がわかんない。あ、増えた。試しに戻ってみようか。あ、1に戻った。戻ったら2に増える、あ、1に増す。いや、訳がわからん。また1や。で、この歩くなんかお兄さんの訳がわからん。もうやっぱ1や。マジでわからん。どうやって攻略せえって言うんや。あ、今度は2や。うわ、でかくなった。そう、この、なんででかくなるのか、ちっちゃくなるのか、また1に戻った。黒人になるのか、日本人になるのか。多分これが普通ぐらいの背丈やと思うから。かといって、どっかに入れるとかも一切なくて。横に移動するだけでもな、変わったりするんだよな。この位置だ、また。だから一回、あ、2になった。削除したけど、わけわからんから。もう動画に、あ、ちっちゃくなった。動画にしたくて、もう一回再ダウンロードしました。だけど、本当にわからん。4ぐらいまでしか進めたことがない。
まあ、全然話になら進めない。はい、というわけで、どういうゲームかっていうのは理解できたと思うんで、まあ、この後動画撮り終えて削除したいと思います。はい、コメントや評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。